何時頃？1時から2時の間ですかね。はーい。じゃあ、ここはゆっくりで。本編。検査も大丈夫でした。どっちがどっちか分からなかった。ね、どっちがどっちか分からない。どっちも白だからいいかなっていう。うちらも分かんないくて。はい、どっちも検査もクリアです。元気で、元気だね。大丈夫だね。やっぱりね、無事に矯正手術から戻ってきて一晩過ごしました。大丈夫です。元気そうです。後で確認します。はい、入ってね。はい、中で。はい、まるちゃんおいで。まるちゃん、まるちゃん、おい、まるちゃん入ってて。あ、チロル、チロル、チロル、はい、ぴょんぴょん。のらー、のらー、なとこでやってないで、入っといてよ。何をやってるか、ゴロは。ゴロ、うんじゃないんだよ、うんじゃないんだよ、ゴロ。はい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 、もう落ち着いて落ち着いて、どうぞどうぞ、ワゴン取るから。チュラさん、チュラさんお泊まりしてくれたんですけど、もうご飯は夜中にして食べたんですけどね。よいしょ。ちょっと待って待って待って、チュラさん、ちょっとチュラさんなんか。はい、おはようございます。8月、10日、水曜日になります。もう上ガラガラですね。なんかよくわかんないですけど、よいしょ。はい、食べてください。お皿の質もないぐらいバラバラだよな。なんでよいしょ。うちの皿食べてない。下結構多いんですよね。多いとか言いながら下ね、僕しかいないね。はい、ウリウリウリも入ってて、ぴょんぴょん、ウリ、あ、クマさん走ってきてちょうどいいよ。走って、なんだ走ってこないあんたたちは。はい、ぴょんぴょん、はい、クマおいで、クマ、おい、クマ、何してんの。閉めるよ、クマ。下で食べてますね。で、はい、の隣ね。なんか最近ボソボソ跡が来るよね。はい、タムちゃん食べてます。しっかりボフボフ、美味しいね。はい、キキ上で寝てて、ちょっと熱中症気味やな。あの暑いとこに寝ててね。はい、大丈夫、食べられる。
トイレの上、ちょっと暑いんですけど、あそこに寝ててちょっとぼーっとしてます、ね。小次郎いないので、ちょっと小次郎を探しについでにちょっと出てきました。よく食べたね。もうすごい、これ山盛りあったんですよ、今日。昨日の夜方は。これだね、お腹いっぱいだね。よし、しょっけ。おー、あ、いて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 。チロリン。残杯ですね。軽石また来てますね。流れて、まあ、片付いたわけではないです。まあ一面ってことじゃないんですけど、見えるゴミとかよりはいいと思うんですけど。よし、踏んだらハチが帰ってきました。久しぶりだね、この場所から。はいはいはい、ハチ。ハチね、可愛いんだよね。はい、ご飯食べ行こう。あっち、ね、はい、こうやって行こう。かなりレアなメンバーですというか、一人だけメンバーで、小次郎は帰ってきてません。はい、お帰りタイムです。どうぞ。あ、チキンは美味しく食べる。はい、よいしょ。はい、小次郎、小次郎、はい、キッキッキッキ食べる。はい、あ、キッキン食べるね。はい、よしよし。はい、はい、こっち、はい、こっち、白田どうぞ。こっち来ればいいよ、こっち来る。白田こっちおいで、こっち、白田、白田こっちおいで。ここ割り込まないよ、こっちあるよ。はいはい、白田。なんだよ、お皿減らすとこうなっちゃうのか。はい、白田くん。まあいいよ。はい、こんな感じです。ちょっとね、そっち行く以外ですね。はい、はい、ゴロさん、ゴロさん、行くよ。よいしょ、はい、ゴロさん行って。はい、カバちゃん。はい、トトさん、お待たせ。はい、トトさん、お待たせ。はい、アラレさん、ハチ、ハチ。あ、足が短かったね。よいしょ。はい、じゃあ行くよ。はい、出る人出るね。よし、はい、はい、並み会駐車。あとないよ、帰ってこないかな、今日。はい、キッキも出た。はいはい、行って。はい、ハッチ行って、ハッチ。あとこれ誰、クワちゃん、クワちゃんちょっとお尻つついてくれる、そこ。はいはい、はい、出た。はいはい、行って行って行って。はいはいはい、クワちゃんしっぽ、クワちゃんも行く。はいはいはい、行って行って、シャン。はい、シャーも閉めるよ。チッポチッポチッポ、あ、テンテンも行く。はいはい、なんだこうやってバラ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 来るから、長い時間かけてな。はいはいはい、ゴロは行きませんよ、チッポって。はい、ちょっと、じゃあどこ行くんですか。はい、お二人様、お二人様どうする。どっちがペンちゃん、ペンちゃん、ペンちゃんどっち、ペンちゃんどっち、お母さん、ペンちゃんちょっとご飯変えなきゃいけないから。ペンちゃんがこっち。うん、じゃあペンちゃんこっち連れてきて上。ペンちゃんね。
っちがペンちゃんです。はいはい、ちょっとペンちゃんお腹まだいるので、手術後見るいてよ。こっちがペンちゃんかな。え、こっちペンちゃんかな。ちゃんも両方と食わせればいいじゃん。こっちがペンちゃんだよ。はい、どうしよう。やっとは散歩です、9時に外科の診察を予約してもらってるんで、まだ散歩してないね。小次郎、まだご飯も食べてないよ小次郎。どうも虎猫は放浪癖があっていかんかな。小次郎くん、ご飯食べに帰っておいでよ。散歩行くよ散歩。あ、キキ来たよ、キキ、キキ元気かな。あ、ノリオも来た。そっから暑いんだよな、そっからがな。どうする？来る？来ない？あ、来たよ。キキ来たの。すごいね、キキ。行く？海。行くの？はいはい。ヤギさんも今移動しようね。まだ涼しいけどね、そこね。ちぃ、出てこない。あ、暑いよね。キッキおいで。もういいよ、キッキ。キッキ。暑いよ、キッキ。キッキ、おいで。おいで。うぅ。うぅ、ちぇ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 だ。
今日は2袋ですね、1袋ずつです。キュリニャのコレコパウチとミヤミヤのコレコパウチですね、1袋ずつです。なくなっちゃいますね、大人はもう暑くて暑い、まあ、全然皆さんも元気です。本編も全然元気です。この間までですね、ペンちゃんの胸毛も白いのがあったんですけど、ペンちゃんの方ですね、よいしょと胸毛が薄くなっちゃいました。これペンちゃんです。で、あら、ポンちゃんどこ行ったね。ポンちゃん、よいしょよいしょ。これヌーちゃんだね。これはヌーちゃん、ぬーちゃんは胸毛ありません。よいしょ、ポンちゃんは胸毛が白いのがちょこんとあります。なので、まあ胸毛あるのはポンちゃんですね。まあ、ペンちゃんの方ももっとあったんですけど、尻尾の先の形がペンちゃんの方がそれこそペン先みたいな感じになってはいますけど、ちょっとやっぱり分かりにくくなってきましたね。こんな感じで見分けてます。まあそっくりです。サンボ君ご拝聴です。エルボー、エルボー、入っといて。入っといて。